皆さんこんにちは、岡田克也です。党の基本政策を見直そうという動きが出てきています。まあ私も直接議論には参加をしているわけではないんですが、報道で、承知している限りですけれども、まあ、しかしこれはいわば当然のことだというふうに思います。まあ、基本的な7項目ということですが、例えば高速道路の無料化は、まあ、私が与党幹事長の時に東日本大震災に遭遇をして、無料化を目指して実験を行っていたのを中止をして、被災地の最初の補正予算の財源にそれを使うということを決めました。まあ、それ以来、まあ、無料化はまあ、ペンディングになっているわけですけれども、もう少し党の中でさまざまな議論をした方がいい項目だというふうに私はかねがね思っておりました。あるいは、まあ、原発を最大限稼働させることを前提に考えていた、まあ、地球温暖化排出ガス 25% 削減も、私は温暖化問題は非常に重要だと思います。まあ、したがって、きちんとした目標を掲げて、そして、省エネルギーや自然エネルギーの導入などを計画を持ってやっていくべきだというふうに考えていますが、しかし今原発がほとんど当てにならない状況で、現在の数字は実現不可能だ。まあ、我々民主党の考え方をまとめた後、東日本大震災が起きて、福島の事故もあったわけですから、このことについても見直しは避けられないというふうに思います。公務員の人件費2割削減も、公務員の数を減らすこと、そして、まあ、全体の給与水準は民間に合わせていくということですが、まあ、かなり民間にはもうあった水準にはなっていますので、まあ、そういう意味では、まあ、2割というのはかなりハードルの高い目標だということになります。まあ、そういうことについてもしっかりとした議論が必要でしょう。まあ、そういった見直しは、まあ、私は大いに議論をしていけばいいというふうに思います。最も民主党の政策で基本である年金制度の改革も、まあ、私は副総理の時から国会で何度も答弁しているわけですけれども、まあ、政府の考える100年安心プラン、100年間大丈夫ですという、まあ、その考え方はマクロ経済スライドといって、全体のついつまが合わなければ支給額を減らしていくという考え方ですから、まあ、やがてはその支給額が年金に値しないような額にまで、少なくなってしまう、まあ、そういうリスクを持ったものだと私は考えています。しかし民主党の考え方も消費税、これは政府の案でも消費税の引き上げは年金の今の制度維持のためにも必要になるわけですけれども、より消費税を上げていかなくてはならない。そして、まあ、最低保障年金にしても一元化にしても超えなければいけないハードルがいろいろある。まあ、一部の政党から言われ、私もかつて主張しました積立方式は、まあ、非常に分かりやすい、そしてある意味では公平な制度ですけれども、積立不足という問題が発生する。まあ、それぞれ一長一短あるわけで、まあ、ここはそれぞれの問題点をきちんと国民の前で議論をして、そしてどれがよりマシかということについて、これはあまり長く時間をかけずに決めるべきだと、まあ、私は思っております。そういうことも大いに党の内外で議論していくべきだというふうに考えています。そして、まあ、年金の問題を議論するときに、まあ、産後被保険者の問題というのは、まあ、これは必ず出てくるわけで、まあ、自営業者であれば国民年金の保険料は夫婦ともに払う、それから夫婦共働きの時もそれぞれが保険料を負担する、共働きでない時はそれはまあ、ある意味では
保険料を支払うことは免れると、まあこういう今の仕組みが果たしていいのかどうか、そしてそのことが女性が働く働き方にもいろんな意味で制約を課しているということをどう考えるのか、まあそういった骨太の問題についてもしっかりと党の中で議論していくべきだというふうに考えています。まあ、いずれにしてもさまざまな政策課題について骨太な議論をして、そして、党としての見解を求めていく、今そういう時期に入ってきているということだと思っています。